こんばんは。今日はこちらの食材を使った椎茸の豚肉包みに挑戦していきます。まず椎茸を、片栗粉をまぶしていきます。フライパンを熱したら、まずごま油を敷きます。椎茸の豚肉巻きを入れていきます。お醤油を入れます。みりんを入れます。料理酒を入れます。北川博之特製椎茸の豚肉巻きの完成です。美味しそう。はい、椎茸の豚肉巻き完成しました。早速いただいてみたいと思います。いただきます。今日大成功ですね。めちゃくちゃうまい。最高。